クラッチタイムってやつをやっていこうと思います。どんなモードなんでしょうかと、いまいちちょっとよくわかりませんと。メンツとしては、だいたいダイヤモンドからピンクダイヤモンド。ちょっとレベル高くない？これ。あ、こっちのレベルが高いから向こうも高くなってんのか、これ。ひょっとしたら。ハキーム・オラジュワン。で、どこがミスマッチだ？入る？入らない。カリー買った方がいいのかな。あ、4ポイントだ。まあ、あんな感じでスティール狙っていくといいですと。俺のアキーモラジオ。ああ、これ、わかった。これ、難易度あんま高くないぞ。ということは、これぐらいの位置から、3狙える？狙えないか。ひょっとしてこれ、低レアでいった方がいいんじゃないのか。と、今一瞬思ったんだが、どうなんでしょうかと。入る？入った。ということは、これあんま難易度高くないぞ。これで入ったってことは。となると、スリーポイントの入りやすい選手っつったら誰だろう。カリーは入りやすい。トンプソンも入る。カーメロ。サンズのユニフォーム似合わねえな。それに比べて、ちょっと待てよ。ということは、ピックアンドロールとか引っ掛けやすいんじゃないの？相当。やってみよう。あ、ドフリンになってなかったけど。ドリームシェイク。入らなかった？入った。ドリームシェイクって言うほどフェイントかけてなかったな。クラッチタイムをやっていきましょいと。AD！ マジか。立ち上がり俺本当に悪いんだよな。グレンライス。入ったね。コーナー3は入るね。ということは、コーナー3ばっか狙えばいいのか。ダンマリーがポイントガードやってる？あ、やばい。これ入った。カーメロがいい感じに空いてる。だね。オッケー。カーメロ入りやすいな。これもらったんだけどね、カーメロ引退記念に。引退記念って言い方。おー、あそこはカーメロとグレン・ライスだからミスマッチじゃないだろう。やっぱりインサイドガチガチだといいな。これでね、こうやって狙うといいんだけど、入らなかった。うわ、いかん、負けるぞこれ。気をつけんと。っていうか、モンテーレスのとこはミスマッチになってるな。よし、オッケー。モンテーレスだったけど、よかった。よし、ピック引っ掛けるか、一回。オッケーじゃねえよ。目の前の AD に取られちゃってるから。あ、これ入ったぞ。やべ。2点確実に取るか。2点を確実に狙うのか、それとも、入るか。うわ、やっべえ、これ負けるぞ。うわ、負けちゃう。
やばい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 、ここ押さえんと入らんよこれは。オッケー、いい守備、いい守備でした。どこがミスマッチかなあ。わかった、ここだ、ディノラジャンとこだ。ほらね、ミスマッチできてます。あー、こう考えたらやっぱね、ヤオミンとか欲しいな。ジョージミヤさんとか買ってこようかな、モードのために。オラジュワンだとミスマッチにできないんだよね、あんまり。アデバヨ相手でもミスマッチって感じしないし。よし、これは入らんな。よし、このポゼッションで取ろう。しっかり、しっかり行くぜ。オッケー。オッケー。スティーブン・アダムスが鍵になると思わんかった。やっぱりデカさって武器だね。ここのオフェンスを抑えたら勝てる。ということで俺はアキーム・オラジュワンを使う。アキーム・オラジュワンを選択。オッケー、勝ちました。ドライブをしない、あえて。来ましたね、ファールゲーム。ペイパル、俺もペイパル持ってます。はい、来ましたね。あの時カリーではなくモンテイリスを残してたらウォーリアーズはどうなったでしょうかと。マジック・ジョンソン欲しいな。えい、勝った。ブー、勝ちましたー。キーモラジョンかっこいい。よし、オッケー。このまま勝てる模様でーす。はい、スリーばっかり打ってバーカバーカ。いやー、勝った。ということで、勝てましたー。